はい、こちらも大谷養殖場さんのアサギ2歳、明け3歳でサイズが21センチです。お願いします。はい、ちょうど2年経ったアサギですね。こちらもちょうどアサギを探しに行ったお客様がありましたら、もうこのチャンスを見逃しなくって感じのようなアサギです。非常にいいアサギだと思います。まずやっぱりこのアサギは頭が黒ずんでないこと、シミのようなものがないっていうのと、この網目ですね、よく見ていただくと、こちらも鱗を一枚一枚張ったような網目がしっかり出ております。体にもシミは出ておりませんので、非常にいいと見えますね。でまた網目もですね、この頭の後ろから尾の、先端までですね、しっかり揃っております。背びれの横も綺麗に、パズルのように一枚一枚並んでいるような感じが見えます。そして基本のこのほっぺたの、ひようやっこしっかりしておりますし、また、横身なんですけども、側線の下のところで綺麗にひが並んでおります。綺麗に並んでますね。これが非常にいいです。こちらも、歯抜けのような感じはなくて、上から下まで綺麗に並んでおります。はい、お腹です。パラパラ感がなくて、一列に綺麗に揃っておるため、上になかなか上がってこなく、しっかり止まっていると思います。飛び火のようにパラパラしているやつはですね、火が消えたりとか、火が上がってきて松葉のようになったりすることがあるんですけども、こちらちょうどもう2年経ちますし、綺麗に側線のラインで鱗が横目に並んでおりますので、これで止まってくれるんじゃないかと思います。まだ 2歳で小さいですが、これは3歳 とは違っている、明け3歳になるんですけども、だからといって大きくならないということはありません。普通に飼っていただければ、どんどん大きくもなってきますので、一度その辺も試していただきたいなと思います。御三家のようにですね、締めた鯉はあんまり大きくならないというイメージはなくてですね、結構御三家以外の鯉は、ゆっくり飼った鯉でもですね、1年で結構伸びることもあります。でまた紅白とかですと締めたりしますと火が飛んだりとかそういうことありますけど、なんといってもこちら無人物ですので、アサギですので、一気に急激に伸ばしても火が飛んでしまうようなことはないので、その辺も安心してどんどん餌やってもらってもいいかなと思います。はい、あと小さめのこうアサギで綺麗な、ね、品評会でも使っていただけるレベルなので ね、そうですね、仕上げていただければ秋に全然使えますので、いいアサギですので、初夏楽しんでいただきたいなと思います。はい、本当に綺麗な、一級品のアサギをお探しの方、この機会を見逃しなく、購入の方をご検討ください。サイズの方が21センチになります。ぜひよろしくお願いいたします。